本日はエネオス野球部潜入企画第2弾第2弾はシートノック編をお届けします。全国最多11度の都市対抗優勝を誇るエネオスのシビアすぎるノック、私徳さんはサードで参戦。何がシビアかというと、プレー完了だけでなく、もっと突き詰めた完璧なプレーを全員が意識してやっている。一切の隙が許されないシートノックです。練習から緊張感マックス、私必死についていきます。この送球がややショートバウンドに、カバー含めてプレーは完了しておりますが、もう一本完璧にできて初めて緊張感のある試合でいいプレーが生まれる。この一球にかける魂は激戦西関東予選を勝ち抜くためのキーポイントなのかもしれません。このファーストとピッチャーの連携も当たり前のようですが非常に正確。ピッチャーの走るスピードに合わせてファーストが前にトスしているのが分かる。続いてゲッツー、流れるようなノックをご覧ください。都市対抗予選、エネオスが所属している西関東では出場9チームのうち、エネオスも含め東芝、三菱重工、イーストと主に3つの企業で2つの枠を競います。過去ほとんどが1点差での勝敗、全国トップの激戦地区であることは間違いないんですが、勝てば天国、負ければ地獄、我々の想像を凌駕する一球の重みを選手たちは味わってきているので、この一つの練習、一瞬たりとも隙がありません。
続いて外野手、このホーム送球一点プレーなのでよりシビア。ナイスプレーです。選手のリアクション見ると、はい、ちょっとでも球死んだりとか、はい、ちょっとでもハンブルしたら、まあ、完了しててもなんか納得いってない表情が見えたんですけど、ね、結構その辺は意識されてるんですよ普段。そうですね、やっぱ練習で常に完了したらいいだけじゃなくて 100% のところを求めてやっぱり、スカイニュークどうしてもこう一発勝負のトーナメントなんで、そこでやっぱいかに通用するプレーを普段からやっておくかっていうところなんで、その辺の厳しさはやっぱり、まあ、それが結構うちのいい伝統なのかな。いや、そうですね、川口キャプテンも一級の怖さをこう語ります。毎年やっぱ予選で勝つっていうのは本当に厳しい戦いで、そのワンプレーで流れが変わってしまったりとか、もう身にもって怖さはもう知ってるつもりなので、やっぱり練習で 100% できないものは予選で 100% 出ないよっていうことで、口酸っぱく 100% のベストのプレーしようっていう話をしてます。本当の一球ちょっと抜いたプレーとか、そういうプレーしただけで一気に流れガッて持ってこられたりとか、逆にこっち持ってこられることもあるんですけど、本当にそういう一球を無駄にできない、負けたら終わりなんで、そこは強く思って練習します。そういうのがキャッチボールの常に動く姿勢だったり。そうですね、予選でやんないでしょって、常に止まってないでしょって。そうですよね、試合はずっと動いてますもんね。常にそういう意識を持ってやってます。なるほど。最後に野手は参考になるかもしれません、川口キャプテンのキャッチボールをご覧ください。ご覧のように投げた後は足踏みをしながら送球を待つ川口キャプテン。常に試合での守備、これを想定してキャッチボールをされているそうです。よっしゃ、ナイスボール。
というわけで本日は守備編でした。明日は第3弾スラッガー編です。お楽しみに。